佐藤美奈です。皆様のサポートのおかげで競技を頑張れています。ありがとうございます。競技ではまずチームスプリントでメダルを獲得を狙っています。まあ、個人種目ももちろん、世界戦で銀メダルですごい悔しい思いしたので、個人種目でもしっかりメダルを取りたいんですけど、まずはチームでメダルを取ることを目標にしています。ガールズ競輪では昨年出場できなかったグランプリで優勝することを目標に掲げています。そのでっかいのにも出れるかどうかわからないので、小倉の競輪祭の一発を狙いたいです。そうですね、もともと短いなっては感じていたんですけど、チャンピオンズリーグに参加して真面目に足りないところが明確に見えたので、その分余計に短いなって感じます。パワーもダッシュもないですね。そこら辺がやっぱり前に出てからが勝負なんですけど、そこの勝負にまずは立てなかったので、そこに立てるようにならないといけないです。競輪に戻った時にはしっかり頑張りますので、応援よろしくお願いします。